れたね。荒れました。昨日だけキャンプ大雨だから行ってたんでしょ。そうですね。めちゃ雨。晴れてよかった。この晴れ間をさ利用してさ、はい、今これ今履いてるこのダブルニード、うちのダブルニード DK っていうシリーズのジーパンなんですけど、はい、これまた今全然ほとんどだいぶ残ってないんで、また再販しようと思ってて、でまたちょっと近々受注取ろうと思ってるんで、今日はこれを紹介したいと思います。はい、一応まあとりあえずブルーと真っ黒があって、はい、でブラックってやつはもう今のとこもう生地とかあんま手に入れづらくなってきたんで、一応まだだいぶある分はあるんですけど、入れたら一回終わりにしようかなと思っていて、まあ特徴的なのは、まあ、もうちょうどバイクとかまたがると、この膝の部分が、まあ、いわゆる2枚になってるんですよ。よくペインターとかであると思うんですけど、生地が2枚、いわゆる2倍。だからなんだろう、バイクとかやっぱね、ビルとかよく乗ってる人だと分かると思うんですけど、やっぱ膝が寒いと思うんですよね。こうやって出っ張ってるから、この出っ張ってる膝のところは2枚になるだけで、ここは1枚になるだけで、だいぶあったかいというかなんだろう、膝が冷えづらい。そうするとなんか暖かくも感じるんですよ。だからこのダブルニーっていうのは結構おすすめですよ。あとはうちの SF とか LA と違って構成がここ3本ステッチになって、ちょっとワークパンツ要素を入れたデニムパンツがあってですよ。形はちょっと SF に似てるんですけど、こう3本ステッチがバーって入ったりとか、それは当然この作り方だと赤耳とかはないんですけど、まあワークパンツのジーパンの掛け合わせた感じっていうのかな。でまあいろんなシリーズがあると思うんですけど、うちのやつはまあ極力シンプルにしようと思って、ここが2枚、それだけです。一応これ僕がよくどうだろうな、秋冬寒くなってきたらじゃないとあんま履かないんで、あんまそんなに色落ちしてないですけど、まあ1年間どうだろうな、1年2年履けば結構色落ちてくると思うんで、うちで SF とか LA とか持ってる方がいましたら、ぜひまだ DK 持ってないよって人いたらまずは予約していただくと助かると思います。じゃあとりあえず恒例の、はい、ちょっと履いて走ってみようと思います。お願いします。晴れたしね。はい、じゃあとりあえず行こう。はい、晴れてる間に行きましょう。お願いします。はい、これ見てよ、家入れようと思ったらさ、ドアにぶつけてさ、めちゃクイックブレーキになっちゃった。あ、踏みやすくなったんですか。いや、踏みやすかったこれさ、まっすぐ見た時ちょっと曲がってるのが嫌いなんだよ。ああ、気になってしちゃうんだよ。だいぶ曲がってますよ。曲がってる。20分ぐらい。10分じゃない？ 10 分15分だった。そうそう、はい、ですから15分歩かしてくるとサニーデーサーカス湧いて、今マジで久々に来た。オーナーさんもバイク持ってんだよね。ショベルですよね。ショベルだ、確か。いただきます。うん、何乗ってるんですかこれ。え、何が乗ってるんですかこれは。山椒、生姜、生姜って言ってました。生姜、生姜。スーパーさ、思い出してそれで毎日うなぎ屋さんがめちゃめちゃ並んでる。昼どこうなぎ毎日並んでるの。今うなぎの日ですもんね。え、今月毎日だよ。牛の日とかじゃない。あ、毎日並んでる。毎日すごい、もう羨ましいぐらいに毎日並んでる。夏バテだよね。みんな仕事してねえんかなって本当に。あれなんであんな並んでんだろう、めっちゃ気になる。いただきます、はい、これってさ、これでいくのかこういくのかだけどさ、やっぱ男子よりこうだよね。熱い。すごい新しい携帯が好きですよね。生姜だ、めちゃくちゃ生姜だっつってんじゃん。温まる系ですね。じゃあ、いやまずいじゃん。温まったら嫌なんでしょ。だって今店に入っていた瞬間にさ、お姉さんがさ、あのクーラーの温度を下げるっていう。いやでもこれいいな、あったか、あったまる。暑いでしょ。でも冷たいとこであったまるやつ違うよ。周りのみんなは竹が熱くなると熱くなるんだよ。よくあるじゃん、車とか家でもさ、竹の周りだけ曇るやつ。あれでしょ。だからそっちまだ曇るで。で寒いって言われるんですよね。けど一緒に寝たくないですよね。お、よかった。枕とかじゃないですか。枕代わりとかじゃないですか。けどさ、一緒に寝たいですって言うけど先寝ちゃうんだ。結局大体そのパターン。寝ちゃっていたんだねぐらいな。ああ、そうっすね。けど心は冷えてないもんね。昨日まで散々遊んでたりとか。どうぞお食べください。新しくなってるよ。はい。すごい。美味しそうに食べてる。取り替えてる。一口でいっちゃう。うん。ソーセージこれうまい。ちょっと違くね。普通のとちょっと違う。ソーセージナポリだ。俺今思ったんだけどさ、本か2本あって。これ本場で食べるのか。これはここに渡して2人で食べるのかっていう。あ、そういうことですか。あげないあげないよあげないよ。これ優しさの2本だったんだね。あ、そういうことですか。あげないよ。はい、食べていい。はい。こういうさ、ナポリタンってさ、名古屋だろ。多分鉄板ナポリタン名古屋。名古屋だよね。名古屋名古屋生まれじゃないからさ、実はあんま知らないと思う。長野だからこの文化を知らないです。いただきます。うまっ。鉄板ナポリタン普段食べるんですか。食べない、うん、文化にないもん。あ、そうか、長野ですよ、うん、うまいっすか。うまっ。僕ずっと名古屋ですよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。